その動揺疑惑をどうするかだよ。あそのはいはいじゃなくてあどっち、ちゃんと言いますちょっと。はい、それでもうはいこの件は終わりですってなるので、はい、先生に、うん送ったやつは来ました、藤川さんです。ちゃんと来ました。はい、やってまいりましたんで。来ないだろうっていう意見がすごい多かったからさ、そんなことないよっていうね。あ、そうなんですか。そうそうそう、ほとんどの人はまあ来ないと思ってるって言って、そうではないっていうのですね来ました、はい、まずそうですね、まあ、どっか聞きゃいいのかもあれだけど、Twitter とそして YouTube チャンネル、せっかく育てたのに、なんで収益化まで行ったって言ってたのに、なんでなくしちゃったんですか。なんか学校の大学の、うん指導で、うん、消すように指導された感じです。強制的に指導って何、どう呼び出されるってこと。なんか教務部に呼び出されて、うん、で、お前こんなんやったやろみたいな、うん、でいろいろ言われて、学校の評判が落ちるから、うん、YouTube、Twitter、うんまあ、全ての SNS を、うんまずは消してくれって言われました。他の人のとこに出ていいの、その他のとこチャンネル、他のチャンネル、だってこれチャンネルもし出ちゃダメだったら俺出せないじゃん。ああ、まあ他の、まあ、YouTube に出ること自体は、いいんだ、いいみたいなんですけど、あ自分でチャンネルを持って、うん、なんか発信することはまずはやめてくれみたいな。ああ、なるほどね。はい、なるほど。まあ当時に行った時のと似てるけど、まあ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 、はいはいはい、当時もそうだったんですか。まあやめなさいって言われましたけど、はい、はい、それは何、学校側にいろいろ批判が来ちゃったってことなの。はい、そうみたい。あ、いろんな人からなんか連絡が行ったってこと。なんか学校か無関係の人たちが、うん、こう学校に問い合わせが、うん、ああ、はいはいはい、はい、問い合わせ、まあまあ、そうそうね、その発端となったのが、まあ、トイックですから。はい、はい、あ、はい、あるの、トイックの結果。一応持って。ほんかい。おお、はい、どうしますか。いや、まあわかんない、出すかどうか、まあ、まず見ましょう。じゃあで、だってはい、まあ、とりあえず、はい、それで、はい、これを出すか出さないかもわかりませんが、はい、どうぞ。違うわ、トイックこんなんじゃないし。あんまり見せ映っちゃうとよくないか、個人情報。ああ、はい、またモザイクが大変です、うん、青色の封筒でしたよ。うん、水色。あれちょっと出してもいいですか。いいよ、うん、はい、潰れてると思う。いいよ、別に全部バーって出してるの。あ、いいんですか、はい、課題はまだやってないんですよね。いや、いいよ、出して、はい。
まずいってないっていうの、まずいってそのなこれでないわないはまずいですよね、はい、いや持ってきてるはずなんですけど、あるっしょいや本当にないの、はい、おい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 、マジ、持ってきたはずなんですか、いや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 、ここまで来てないで終わらせんの、マジで、いやあります、マジで言ってるろ、いやあります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 、持ってきたんで、まあ、封筒の中に入ってるかもしれない、これ全部出していいですか、出していいよ全部、昨日の朝ちょっと確認したんですけど、嘘でしょ、いやいやいや、東京まで来てそれはちょっと、いやだったらほら紙がないなら携帯で、ま、入りゃいいじゃん、携帯入れないんですよね、なんでだって入って送ってきたじゃん、いやだ、ないよないよ、なんて吐き気がすごくなってきた、いや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 、どうすんのそれ、だってほら東洋疑惑に対しては紙でボンって出せなかったら声明を言わなきゃ、いや、こんなんじゃないよ、トイコは、こんなんじゃ、入ってるじゃんこれは IP 入ってるじゃん、これはもう見せたくないんですよ、見せたくないんですこれも入ってるじゃん、はい、IP 出しゃいいんじゃない、この IP を、それでもう知っちゃなくて、それでいいんじゃないの、これでいいんですかね、別に、これは何？トークフライ ITP じゃんITP？ ITP 受けたの？あ、大学の、なんだ、必修トークフル ITP テスト、IP のは出すの？出さん、どうすんの？じゃあその IP はあったよ、 IP のその結果を見せるのか見せないのか紙はありました、はい、それを出すのか出さないのかそれを任せますけど、はい、はいじゃなくて、あ、ちょっと待ってください、はい、あとはその公開テストのやつどうするのか吐き気がすごい、吐き気がいや、持ってきたはずなんですけど、いや、でもそれで別にいいわけですよ、それはなんか視聴者にとは思わんけど、散らかしてすみません、いやいや、それがいいわけですよ、はい、その東洋疑惑をどうするかだよ、あ、そのスクショだったらスクショだったで、はい、その当人には伝えてあげたいというか、 あるので、そこを言ってください、はい、俺はもう IP のテスト結果見たから、はい
IP? IP テストの結果は入ってたじゃん、封筒に。あれは見たよ、もう俺は。見たんですね。見ました、はい、両方とも。はい。それを発表するかしないかは任せるけど、そのスクショの方だよ、問題は。はい。それを言うのか、言わないのか。これ4月、5月ぐらいに受けた結構前のやつなんで。はい、それはいいです。だってそこから上がったかもしれないですけど。はい、ああ、はい。いやだ、それの声明は出してください。あれは、はい、その本人に、もしコピーしたんだったら本人に謝ってくださいっていう、そこです。はい。はい、じゃなくて、あ、どっち？ちゃんと言います。ちょっと待って。はい。それでもう、はい。この件は終わりですってなるので、はい。ちょっと一旦片付けます。はい。もう、ノーカットでって言いたいけどね、このノーカット、個人情報いっぱい写してるから、そのノーカットでできないっていうのが、はい、これも閉まってしまって、はい、じゃあ声明を出して終わりましょう、もう。はい。あ、気持ち悪い。いやいや、こっちもだから、もうだいぶしんどいよ。はい、すいません。はい、本当に。じゃあそれで、はい。はい。それ、終わればいいんじゃないですか、あれに関しては。はい。まあ、はい、整理して、はい、何を、言うことは決まってるんですけど。おう、うん、そうそう、声明を出すって言ってて、そう、声明を出すって言って、でもチャンネル消えちゃったから、その声明が出なかったんで。ああ、チャンネル。あ、言ってたじゃん、だって動画撮って出しますって、そのせい。ああ、ツイッターでいい。たんですけど、ツイッターで言ったら、俺に普通にやり取りで言ってたけど、その後、ちょっと家帰って動画撮りますって言ってたけど、なんか、ね、岐阜に帰んなきゃいけなかったからって、はい、出なかったの。おばあちゃんから、じゃあ祖母が倒れちゃったんで。そう言ってたから。はい、それで結構時間が、はい、経ちましたが、その声明を。はい、あと大学に連絡しないでください、皆さん、本当に。それ、あの、いろんな職員の方が大変なのは分かってます。まあ、私もね、ツイッター炎上した時に、もう、東進、河合、働いてる大学、ガンガン電話かかってきて、はい、めちゃめちゃ大変でした。そんなことあったんですか？はい、ありました。だからそれは本当に、あの、先生炎上したことあるんですか？何回もあるわ。大学の人たちがすごい迷惑するんで、それはやめてください。はい。なんで、声明を。そんな。はい。はい、では。先生に、うん、送ったやつは、はい、なんか、ツイッターじゃない、うん。なんだっけ、トイックでしたっけ。トイックの、うん、サイト、うん、が開けなくなって、うん、でもなんか写真を送らないとってなっちゃって、うん、なんかいろいろ焦って、うん、まあその辺の画像を拾ってきちゃいました。実はまあ、拾った人に対してだけはちょっと謝ってください。はい、それは、はい、あの、別に視聴者にとは思わないですけど、はい、それだけはお願いします。もう、本人ともやり取りして、謝罪の言葉が欲しいですっていうふうには言われているので、僕は。ああ、わかりました。なので、その方にお願いします。ちょっと待ってください。いや、だってやっぱこれでほら、許してくれるかにもよって全然違うからさ、きちんと。ちょっと待ってください。うん、
あ、置いてもいいですか。うん、いいよ。すいません。自分のものではないもの、うん、を、ちょっと待って、休憩しよう。え、あ、止まったから、はい、休憩、あー、オッケーオッケー、救急車止まったから今、はい、あー、すいません。自分のものではないもの、うん、のトイックスコアを勝手に引用、引用ではないな。はい、うん、使ったってことです。はい、自分のトイックスコアを勝手に、自分のじゃないです、他人のですね。あ、自分、はい、あ、ちょっと待ってください。頭が、はい、自分のじゃなくて、自分のものだ、じゃあ他人のトイックスコアを、他人のトイックスコアを自分のものだと、騙して、うん、他人のトイックスコアを、自分のものだと騙して、しまい、申し訳ございませんでした。はい、なんかじゃない、うん、いやいやいや、それは自分、うん、あの共通テストの結果の話ですか、うん、いや別にそれは何、あるのそれも、はい、ああ結果はあれ本当に事実なんですけど、うん、なんか、うん、自分の首を絞めるような恋だったり、うん、なんか自分の信用を、うん、なくすような行為、うん、自分の首を絞めるような行為だったり、人からの信用をなくすような行為をしたということは、感じています。うん。え、自分の首を絞めるような行為ってのは？わかんない。わかんないっす。どういうこと？自分の首を絞める。なんか今言葉選んでたんで。うん。なんか、まあ、いいよいいよ、何て言えばいいか分かんなかったんで、うん、ということでした。本当の点数は発表 しないってことだそうです。いや、持ってきてるわ。え、IP の方は言わないで。 IP 出したくないする。どうする。まあ600無理だってことです。はい。普通に考えたらね、あの IP のテストから600点取るまでに上がるってことは相当到底難しいという感じだと思います。はい、 IP ちゃんと受けたのあれでも。いや寝てる人の点数だけどあれって試験中に。寝てましたね。多分って。はい、あの寝ました。 IP なんだっけ、最後に受けたのいつだ、6月とかですか。はい、その日に受けたのはその前の金曜日に、うん、課題があって、で金曜日の、何時だ、23時59分までの課題があって、うん、レポート、うん、いや両方の点がほぼ同じなんですけど。あ、そうでした。ほとんど同じですけど。はい、はい、まあこんな感じで多分あのじゃあまあ自分のチャンネルはまあできないということですね。 SNS は、まあ来年ぐらいにまた言っちゃうだ、ノーカットでつってるのに。あそのカットしなきゃいけないような発言をしないで。はい、すいません。はい、そう、そう、そのうちまた復活する予定なんで。あ、分かった。そこら辺言っていいの、これそのうち復活するわ。とりあえずこの謝罪がありましたので、それでこの件はなんとか終わったという感じですね。まあ、とりあえずもうありましたんで、もう大学にちょっといろいろ言うのはこれでやめにしてほしいなという感じですか。はい、
はい、大学に直接あのメールとか電話とか、うん、やめてほしいです。そうですね、はい、それが多分まあ一番あの言っておかなきゃいけないと思うんで、はい、はい、ということになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。